弁護士の北川です。さあ今日はですね、人気 YouTuber の渡辺真琴さんの件です。18歳未満の女性のファンに対して、わいせつな自撮り写真を送ってほしいということでアプローチをしてですね、それがきっかけで炎上しているということなんですね。でこれを受けてマネージメント事務所のウームは契約を解除したという報道が速報で流れました。詳しいね内容については他の方のねニュースとかを当たっていただければなと思います。今回の渡辺真琴さんの、一連の行為がですね、どういう、罪に当たってしまうのか、そして、その結婚の関係どういう形で問題になっちゃうのかについて専門家が手短に解説をさせていただきます。まず18歳未満の女性ファンに対してわいせつな自撮り画像を送ってほしいと要求した点についてです。これポイントになるのが児童買春・児童ポルノ禁止法に違反するかどうかなんですね。性的な害悪からですね、18歳未満の、児童を守るためにある法律の一つとして児童買春・児童ポルノ禁止法があります。この児童ポルノ禁止法ではですね、児童のエッチな写真を撮る行為のみならず、その人に対して児童に対して写真を撮らせる行為についても禁止処罰の対象になっています。刑事罰があるんですね。これ一部報道によると女性ファンの方からアプローチをしてきたというらしいんですが、そこはね正直言うときっかけに過ぎません。やはり真琴さんの方からそうやってアプローチね、エッチな写真たくさん送ってよというふうにアプローチをして、それでね撮らせて送ってもらってる。これはやっぱり禁止されてるんですね。その場合3年以下の懲役または300万以下の罰金という大変重い罪になっています。で万が一真琴さんにですね前科前歴がある場合は、もしかしたら今回軽い処分で済まない可能性もありますね。警察も本格的に、事情聴取捜査をしていく可能性があります。次に真琴さんがですね18歳未満の女性ファンに対してもう公開するなよ、晒したら俺も晒すからねみたいな発言をされてるらしいんですね。これについて脅迫罪が成立するかどうかですね。これね相手にリークさせないようにこの相手を脅かしてでビビらせた場合、これは脅迫罪になりますし、ねその公開させるなよみたいな無理強いさせる場合は強要罪みたいな形になっていきます。で今回はですね、晒したら俺も晒すからねっていうのはやっぱりねそのお互いのその主従の関係、人間関係、そのお互いの関係性とか、あとはねその相手方の年齢、その女性の年齢を考慮したら、これはですね脅迫に該当してしまう可能性がありますね。最後ですね、真琴さんが元アイドルの方とですね、最近結婚の発表をされたということらしいです。まだ入籍はしてないんですかね。もし入籍をしてない場合、これ結婚を発表してたとしてもあくまでですねまだ赤の他人同士なんですね。戸籍上は赤の他人になってます。つまりまだ婚約をしている状態ということなんですね。でウームの発表によると今回の真琴さんに関する報道がおおむね事実というふうに本人も認めてるらしいので、やはりですねこれは婚約破棄の理由の一つには、なっていくんじゃないかなと思います。ですのでもし婚約者がですね、婚約破棄の申し出をする、そういった場合に、ただ今回のねその婚約破棄に至った原因は真琴さんにね主たる原因がありますので、むしろですね損害賠償請求を食らっていくという可能性があったりしますね。やっぱりですね18歳未満の児童、そしてなおかつ女性のファンに対して、そのですね賢い選択ができないのに乗じてねそういったね行為を要求する、そういった画像を要求するっていうのはやっぱりあってはならない、やっぱり犯罪ですし、今回ねちょっと今後どうなっていくか分かりませんけども、追加で何か情報があったら解説できたら解説していきたいなと思います。今日はすいません、手短でございますが以上でございます。勉強になったって方いましたらいいねボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今日も一日頑張っていきましょう。あなたの顧問弁護士北川でございました。さようなら。